どうでした選手としてあのいろいろやっててその辺のいろんなあの目標とあと周りのスタッフからいろんな目標を与えられたりすることが多かったのかあーさっきのメンタルの件に関しては私はがむしゃらにも見えるし頭脳派とも言われたこともあってそれは意図的にがむしゃらにしてただけであって 結局頭脳で考えてがむしゃらにしたんで、やっぱ何も考えない方がスピードが活かされる時があって、この相手にはスピードがいいなと思ったらがむしゃらを選んでいたんで、結局自分で考えて選択してたんで、まあ、メンタル、自分で選択した結果、メンタルが良かったこともあったんで、でも結局考えた、自分が考えたことが、 で自分を信じれるのでその分またさらにスピード曲がったり自信につながってたんだなって思うとそれがメンタルなのかなってちょっと話聞いてて思いました。うん、本当にいろいろ頭使って使い分けてるんですよね。この間もちょっといろいろ話して <laughs>、はい、みんなには「あ、は、ほ、い、そう」とか言われるんですけど。 まあそれもそれでいいんですよね逆に私にとってはあほそうって見えられたら見られただけ嬉しいことでもあったんであ,あでも実際そうなんですよもうそうやって思ってくれたらちょっと下から見てくれるのでこっちはその人の言葉を聞いてそれに対応していたので人の話をへへへって聞きながらそれの対応をするようにはいつもしてたんでその言葉をどういいか人の話をどう 頭脳にする頭脳なプレーをするのかこうがむしゃらにスピード系で押すのかっていうのは結構試合前とかにもそれで活かされでさ特にあの、まあ、この画面でしか見いことない方もいると思うんですけどもあの小さいんですよはい1七 <laughs> 7ンチです <laughs> 結構世界では本当にダブルスだったら その時期のトップの30以内の中で一番小さかったんで結構苦労しましただからあの普通に考えたら考えなかったら勝ち上がれないはずだからもう考えてるはずなんでね <laughs> 本当にそのやっぱ160あればもうちょい違うんだろうなっていう世界をたくさんあったのでやっぱオリンピックでメダル金メダル取った松友選手も同い年で でもやっぱ手足も長い小さい選手だったので私は身長も低くて手足が短い選手だったので <laughs> なかなか届かないんですよね、その苦しさを自分の中でどう生かすかっていうのを一頃ずっと考えていたので、はい、でもそれ,それを生かすためにはやっぱ人の話を聞きながら自分との会話も大切にしてました、もいつも。 すごい行動力があって自分からアメリカにパッパッパーっていっちゃった。はい、本当に自分がやっぱいや。自分がやっぱり選択することでやっぱ自分自身の答え合わせをやっぱいつもしていってそれで強くメンタルを強くしてたんだなっていうのはそのメンタルの話を聞いてすごい感じます。なる僕たちうまく周りの、ね、目標に合わせて向けて毎日うまく。 言い方を悪くしちゃえば利用をうまく使い分けていったってことですよね。うん、でもそれってやっぱりあのすごく大事なことですよね。それをなんとかしてあげようという人が増えてくるんだけども、上に行けば行くほどあの手伝ってあげようという人は手,手伝ったことを自分の手柄にしようという人も増えてきますしでも、ねそれ、それをうまく流されずに使い分けるためにも大事ですよね。自分の目標をしっかり分かってて、それを持ってあの時,時期だったりとか、あのね 相手だってとかによってもそれ使い分けていくっていう。うん、なるほど、ありがとうございます。ありがとう